はい皆さんこんこにちはさですさあ今回は四季の四面楚歌見ていきましょう概要欄に目次も載せてあるので自分がね苦手だなーっていうところを中心に確認するようにしてみてくださいそれでは参りましょうさあまず漢文なんだけれども漢文ってね教科書によってちょっと読み方に違いがあります。ででも内容には違いいがないので 安心して見てて見いいってください皇王の軍外貨に壁す兵少なく職つく官軍および諸侯の兵これを囲むこと数長なりさあまず登場人物皇王を四角にしておきましょうまあ皇王の軍皇王が率いている軍が外貨地目だね外貨にへしますと。 壁しますっておかしいね。壁すよと。で壁すっていうのは左側です。城壁の中に立ててこもるるっていう意味があるんだね。なので皇王の軍は外貨で城壁の中に立てこもった。兵少なく食つく。兵は残り少なく食料も尽きてしまった。官軍および諸侯の兵。さあこの官軍っていうのは。 まあ流頬のことは廃校とか漢王とも呼ばれたりしてるんだけども劉頬が率いる軍勢のことです。そしてその寛に味方する諸侯の兵だね。えー、諸侯の兵はこれを囲むこと外貨に立てこもった皇王の軍を囲むことを数帳なり幾重にも取り囲みましたよってことだね。夜。 肝軍の「四面皆そかする」を聞き幸王すなわち大いに驚きていわくさあここに出てきました四字熟語「四面皆そかする」っていうところから「四面そか」っていう言葉が生まれたんだけどもここね「四面皆そかする」をってことはうん囲んでる周囲を囲まれてる4つの面、まあ、あらゆる方向だよね。そこから官軍が みんなその地方の歌を歌うのを聞くってことさでここね「その国」っていうのは皇王の故郷ですそして周りは今官軍敵が囲ってるんだよねにもかかわらずあれ敵に囲まれているはずなのに皇王自身の故郷である「その歌」が聞こえてきたなっていうところであこれはもう。 我々の負けだと。もうこれはその国がね漢軍に寝返ったんじゃないかとかって思ったわけだよ。で皇王、すなわち大いに驚きて曰わくここにあるすなわち読み方気をつけましょうすなわちって読みますそして意味は「そこでね」皇王はそこで驚いて言いました漢 皆でにそうを得たるかこれなんぞ祖人の大きやとさあこの書き下しで黄色で書かれている部分「か」と「の」と「や」なんだけれどもこれ右側の本文「白文」ではこの丸で囲った文字になります。これらは助詞として扱っているので書き下し文にする時はひらがなに。 直すことを忘れないようにしましょうそれともう一個かぎかっこの閉じ方だねこのかぎかっこの閉じ方っていうのも結構、えー、間違いやすいポイントだと思うのでテストでね書き下し文書きなさいって言われたときは気をつけましょうさあでは中身ですかんみなすでにのみなすでにこれはすっかりもうみたいな感じでいいかなかはすっかりもうそう 得たるか何々かっていうのはもうそれそのまんま何々か疑問ですただまあここではこの「そう得たるか」っていうのはそう手に入れてしまったのかこのセリフこの心情にはおそらく「その国民たちが敵に寝返ってしまったのか」っていう嘆きも込められてるんだろうね。ああもうその国民たちが敵に寝返ってしまったのか。 これなんぞヒ人の大きや」さあこの人っていう読み方も気をつけてください国国名プラス人の時は必ず下の文字は「人」って読むからね「ジ人」とかって読んじゃダメね「ヒ人」って読みますこれ「なんソヒ人の大きや」「ぞええや」「なんと何々なことよ」っていう英単を表します あ,あなんとまあその人間の多いことよとその兵士が多いことよっていう英単だね。公王すなわち夜たちて長中にインス美人あり名ワグ常にこうせられて従うさあ、ここも登場人物一人出てきたのでチェックしておきましょう。ぐだね。 えー、皇王すなわちこのすなわち見ときましょうすなわちはやがてっていう意味ですまあやがてとかそこでとかねそういった意味があるんだけども、えー、やがて皇王は夜起きるわけだよね。夜起きて中にインスこれは自分たちが敷いている陣営の幕の中で最後のの別れの主演を開いたんだねもうこの戦い負けを覚悟した皇王はみんなに挨拶するわけだよね。 ここまでついてきてくれてありがとうみたいな感じでその最後の別れの宴を開いたんだねさあその中に美人がいますとでこれ美人っていうとな,なんかここで急にすごいなんかね見た目麗しい美人が出てきたのかと思いきやこれはねそのまま美人って取らないでほしいの美人っていうのは女官の地位を表します女性の地位なんだねでその人の名前がグって言いますよ だから、愚美人なんてよく言われたりするね。常にこうせられて従う。はい、こうすいきましょう。こうすっていうのは。寵愛するっていう意味です。えー、この愚美人っていう人がいて。いつもこうに寵愛されて従っていましたと。そんな感じです。春明あり。名はすい。常にこれにきす。 ここにおいて公欧すなわち非か公害し自ら詩を作りていわくさあ、えー、ここのまず「春芽」とあとは「はすいっていうところであこれ先にやるかなまあいいか常にこれにキスのところ見ましょう常にこれにキスってことはこれにキスキスの木は騎乗するとか言うよね。 で、上に馬が出てくるからここ間埋めときましょう。王は常ににこの馬に乗ってましたと。でその馬の話なんだけどもまず「旬目あり」ってきたね。旬目っていうのは足の速い馬を指します。まあ、ここに足のうまい足,足のうまいじゃないね足の速い馬がいますよと。足の速い馬がいて名は「すそって言います。そして この馬に騎乗していました。ここにおいて、こうすなわち、さあここは絶対読み方気をつけましょう。ここにおいてって読むよ。これねよくこれにおいてって読んじゃう人いるから気をつけましょう。ここにおいてです。ここにおいて何々すなわちっていうのはそこで何々はっていう意味だね。だから今回はそこでこうは非可、公害し 悲しげに歌いきり嘆きそして自ら詩を作りて曰く自分で詩を作ってこういうふうに歌います「力は山を抜き気は世を覆う」「時理あらず」「水ゆかず」「水のゆかざるいかんすべき」「ぐやぐや」 何時をいかんせんとはいこの黄色で書かれている部分今回このズーズーザルべだねザルのザだねこれらは、えー、右側の白文ではこの文字を表します今回この4つの文字はすべて助動詞です助動詞なので書き下し文ではひらがなになります気をつけましょう で今回この詩に関してはちょっと割愛しちゃいましょう詩の意味左側に載せておきました大事な部分だけ伝えとくねまず「いかんすべき」のところ「いかんすべき」っていうのはどうすることができようかいやどうすることもできないっていう単語を表しますでこの「べき」がね何々できようかって意味を表していますあと「いかん」の意味も注意だねで ぐやぐや、何字をいかんせん。この何字っていうのはお前とかあなたって意味があります。だから何字をいかんせんで、お前をどうすれば良いのか。いや、どうしようもない。こういう意味だね。今回左側の部分はあのー、その半語の右と左の半語の部分がどうすればよいのかとか、お前をどうすれば良いのかっていうふうに結構。

えと歌うこと数決この数決っていうのは数回でいいかなこうは数回歌いそして美人これに言わすグ美人はこの詩に合わせて歌ったこう涙数行下るもう涙数行下るっていうのは涙をねいく筋も流したもうみんな泣いてたってことさ別れの終演だからね最後の「 本当晩餐じゃないけどもうこれで終わりだっていう宴だから。で左右きこの「左右皆泣き」さあこの左右ってのはね結構漢文をやってると出てくるので覚えちゃいましょう。あのね、考え方としては偉い人の左右にいる人は誰でしょうって考えるといいかも。偉い人、ね、帝とか皇帝とかいるけどその左右にいる人っていうのは 側近って言われるよね進化とかさそういう人たちを表しますなので「左右みな泣き」っていうのは「側近の者たちはみんな泣き」「よく」「仰ぎ見るものなし」はいこの「なになになし」っていうのは「何々する者はいない」そして「よく」っていうのが「できる」っていう意味を表すので合わせたら「 光を、まあ光の顔をとかだね、光の顔を青ぎ見ることができるものはいませんでした。はい、こんな話になります。さあ、今回色の四面楚歌いかがだったでしょうか。まあ結構ね、あのー、細かいところは特に触れず、割と端折って解説しちゃったんだけども、まあ全体の流れがつかめてもらえたらいいかななんて思います。 はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録そしてサブチャンネルの登録、えー、いいねもよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。まさやんでした。バイバイ。